流反応は民国期中国の詩人、言語学者。チャンス商の出身。元の名は、ジホーデー、後に、またに改めた。字ははじめ、反はし、後、反応と改めた。チャンス商工院圏西横街に生まれる。15歳の時、上州の府中学堂に合格し優秀な成績を収めて卒業した。1911年には、母校、 カンボクリ林小学校の校長の招きに応じて教員となった。1920年3月ヨーロッパへ留学。当初はロンドン大学。その翌年にはパリ大学に留学し、カイモグラフを使った北京語成長の実験音声学的研究を行った。1925年にはフランス国家文学博士の学位を得た。帰国後は北京大学国語学部の教授となり、 合わせて、中央研究院歴史言語研究所の研究員や、北京夫人大学教務長を兼任した。1934年、方言調査中に白身に噛まれたことが原因で、回帰熱に罹患し、休止した。古くからの友人であった露人は、追悼文を書いているが、留学後の竜福とは、疎遠になっていたようだ。広院氏の竜兄弟の故郷中国の新聞化運動の先駆者で、 詩人、言語学者として活躍した。著作には、反応雑文、反応段影、四世神父、方言辞典、詩集、用務地集などがあり、このうち、撮影美学を論じた、専門書、反応段影は、中国においては、初期の映画理論書の一つである。また、小ー馬の名作、椿姫を中国語に翻訳したことでも知られている。1925年の、 音世実験録は博士論文をまとめたものだが中国の実験音声学の先駆的業績として名高い。同年北京大学に実験音声学のための研究室を作り各地の方言の音声を研究した。1930年にはポールパシーのプティ・ファネティックコンビーでプリン・サポラス・ロング・ローピンを比較語音楽概要の題で中国語に翻訳している。音声学や 方言学以外の方面では、文学革命後の1920年に中国文法通論を出版した。フランス留学中はペリオの収集したトンコ文系を調査し、1925年にトンコを左前三集として出版した。後に、教著で獣異編を出版しているが、これはトンコのものを中心として、節印系印象を集めたものである。文字関係の著作には、 草原以来俗自符がある。他に、国語ローマ字の制定にも関わっている。イギリス留学中、ホームシックにかかった竜は、今日は外観、不相、という詩を書き、この詩に超元人が曲をつけたところ大変流行った。現代中国で使われている第三人称の認証代名詞は竜がこの詩の中で作った言葉である。彼女を表す認証代名詞ができる前は、 三人称を指す場合、常に他を使っており、性別の混乱がないように、劉反応は女性の認証代名詞を作ったというわけである。こういった功績から、劉は中国現代言語史上非常に重要な地位に位置づけられている。音楽家の劉天下、竜北茂は弟である。ありがとうございます。